レッドブルのマックス・フェルスタッペンは2024年 F1 第11戦オーストリア GP で問題となっている父親のヨス・フェルスタッペンとチーム代表のクリスチャン・ホーナーの間で発生した口論に失望を表明しこの問題は良くないことで避けられたものだと述べた3度の F1 ワールドチャンピオンであるマックスは 父親ヨスとホーナー代表との間で再び発生した口論について、オーストリア GP スプリントで勝利した後、メディアからこの対立への質問を受けた。ただ、その場でマックスが父親ヨスを擁護したことで、レッドブル陣営内の緊張が浮き彫りになった。今回の口論は、ヨスがオーストリア GP で行われるレジェンドパレードへの参加を、 ホーナーが妨害しようとしていると非難したことで表面化した。ホーナーは金曜日の FIA、国際自動車連盟、記者会見で2012年型レッドブル RB8 に乗る予定だったヨスのパレード参加を拒否したことを否定した。しかし、その後にヨスの最終的にパレード参加を辞退した、という言葉に対するホーナーのコメントは、 ヨスに対する明らかな不満をほのめかすものだった。ホーナーは、メルセデス F1 がマックスの獲得を追い求めていることに触れ、マックスがメルセデスに不適格なら、ヨスだったら参加できるかもしれないと嘲笑した。マックスは、父親とホーナーの間にくすぶり続ける悪感情に失望し、これは不必要な混乱だと父親ヨスを擁護した。もちろん、 こういった問題は起こってほしくないものだ。僕にとっても、父にとっても、クリスチャン、ホーナーにとっても、そしてチームにとってもいいことではない。もちろん父の意見も理解できる。結局のところ、父は車を運転するように頼まれたけど、運転したくないという理由をかなり明確にしていたと思うからね。実際。 父は車を運転することには興味ないけどファンのためにやってくれないか。オランダのファンのために、ホームコースのレッドブルのために、と頼まれたんだ。だから、僕は父を理解しているよ。でも、このシナリオは避けることができたはずだ。そして、もちろん僕はパフォーマンス面に集中するためにここにいるから、全員といい関係を築きたいんだ。 オーストリア GP の初めには、レッドブルのモータースポーツコンサルタントを務めるヘルムート・マルコが、レッドブルにとってマクラーレンが深刻な脅威になりつつあるというマックスの懸念に同調し、レースに完全集中して、些細なことは忘れる必要があると強調した。この状況は、マックスはポジティブなチーム環境を維持したいと考えているが、 父親がホーナーに軽視されたと感じているのは明らかだろう。果たしてマックスはこのドラマから身を守り、チャンピオンシップのリードを保つことができるのかそれともレッドブルの内紛が引き続き悩みの種になってしまうのかそしてメルセデス F1 代表のトトウォルフは、今回の事態を再び注意深く観察しているという。 モートスポーツウェブ2024年7月3日